バスケットボール女子の国内最高峰 W リーグ。日本のエース渡嘉敷来夢選手ら日本を代表する選手たちがしのぎを削っています。今シーズンから新たに加入した姫路イーグレッツ、キャプテンの白崎みなみ選手はスリーポイントシュートを決めたかと思えば相手のディフェンスをかわし正確なシュートを放つなど次々と得点を重ねます。白崎選手は現在渡嘉敷選手らを抑え得点王争いのトップを走っています。決して自分の力だとは思っていないので自分でトップに立ってるんではなくてみんなに立たせてもらってるという感じです。姫路イーグレッツはプロチームではないため選手たちは普段スポンサー企業で働いています。この会社では白崎選手のほか須永あさみ選手や樋口志保選手の3人が勤務し安全帯やシートベルトの部品の検品作業に当たっています。バスケは体を動かしながらなのでずっとやっぱりやってきたことなんで大丈夫なんですけどやっぱ手先とか結構目もずっと使うので集中の仕方でちょっと違うなっていうふうには思います。バスケがメインで、そっちに支障がないようにやっていただきたいですしあんまり怪我が出ないように作業自体もやっていただく形は取ってます。選手たちは休憩時間を活用し工場内でシュート練習をしています。練習場は選手に少しの時間でも練習してほしいとの思いから会社が設置しました。スリーポイントラインやフリースローラインも引かれ試合を想定した本格的な練習をすることができます。感謝しかないです。こんな工場のど真ん中に置いてもらって製品に当てないようにだけ気をつけてます。はい、頑張っていこう。頑張りましょう。先生も仕事が終わると夕方からはチーム全体の練習があります。練習場は去年閉校した市川町にある中学校の体育館です。体育館は無償で市川町から提供されていて学校の面影が今も残ります。体育館固定ではなかったのですごい荷物の移動だったりとか毎回毎回違う場所に行かなくてはいけないという手間がなくなって好きなだけ自主練できてそういった部分ではすごい。チームを指導している伊予田義彦ヘッドコーチです。チームの成績はここまで4勝20敗。W リーグの厚い壁に直面しています。強くプレーするだとか、早くプレーするだとか、そういう部分はまだ足りてないなと思いました。どうしてもやっぱり参戦初年度なもんですから、負けも込んでくるんですが、あんまりこう引きずらず、明るく毎日一生懸命練習取り組んでくれてますので、そういうところは素晴らしいと思いました。練習の合間に選手たちが書いているのはホームゲームで初めての試みで選手とツーショットチェキが取れるというイベントを行うのでそのチケットを手作りで書いてます。どうやったら選手とより身近に感じれるかなっていうのを考えて
これが浮かびました姫路イーグレッツは地域の人たちやスポンサー企業に支えられています。そのためファンとの交流も大切にしています。姫路イーグレッツは姫路出身の岡田隆人代表が W リーグ参入を目標に10年前に立ち上げ、社会人の地域リーグで活動していましたが、実現には4年かかりました。自分たちがやるっていうだけではできないので、行政にお願いしたりとか、なんかそういったことも含めて時間もかかりましたね。オリンピックでジャパンが大活躍したので、要するにそのメンバーが今度ライバルになるっていう感覚でやれるのかなとか、やっぱり正直思いましたけども、まあまあ選手なんとか頑張ってくれてますね。この日は試合前、選手とツーショット写真が撮れるチケット入りのお菓子が観客席に投げ入れられました。試合では白崎選手がチームトップの19得点を挙げ、樋口選手は得意のスリーポイントシュートを4本成功させましたが、チームは59対88で敗れました。積極的にスリーポイントシュートを決めることができたんですけど、チームディフェンスとかでリバウンドとかの面でやられてしまったことがあったので、そこは修正したいなって思いました。スリーポイントシュートをたくさん入れられてましたけど、工場の中にあるゴールのおかげだったりします。それもあります試合後、会場では白崎選手が企画した選手と地域の人たちが交流するイベントが開かれました。ファンも直接選手と触れ合うことができ、大喜びです。嬉しかった。嬉しいしかないね家に飾ろうかな。 W リーグに参入したばかりの姫路イーグレッツ、周囲の応援を力に変えて地域に愛されるチームを目指します。アットホームな雰囲気を観客の方が作ってくださるので、すごい私たちも士気上がりますし、いつもより元気に声出しながらできてるなと思います。